新幹線を安全に楽しく見られるポイントなかなか少ないですね。今日はですね、東北新幹線、上越新幹線を、安全に見ることのできるポイントをご紹介しましょう。ニューシャトルの湘南駅です。で、ここはちょっと上越新幹線はですね、その上走ってて見づらいんですけども、東北新幹線がすごく見やすいんですね。こんな感じで、ニューシャトルの横をですね、東北新幹線の線路が走ってるんです。鉄道博物館の屋上っていうのも有名なんですけれども、鉄道博物館よりも北側にあるんで、スピードがさらに乗ってくるんで、結構迫力があります。こんな感じでちびっこ連れでも見ることができます。カランカランカラン。ただね、ここはこういうふうに柵がないんで、ちゃんとお子様の手は握ってあげましょうね。今の一気で見てたらですね、この駅で働いてるおばさんがですね、隣の駅が見やすいってことを教えてくれたんで、隣の駅にニューシャトルで移動しようと思います。原市駅からの見晴らしですね。さっきの湘南駅に比べるとかなり見通しが効く感じですね。あ、来た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 よ。